ビリングズリー作の修作用見本皿、ウィリアム・ビリングズリーはイングランド出身の絵付け師。ピンクストン時期の制作、ナントガル政党所の運営に関わった。ビリングズリーは1758年にダービーで生まれた。彼は、ウィリアム・ドゥーズベリーが持つロイヤル・クラウン・ダービーの時期工房に弟子入りし、そこでの修行によって結出した絵付け師となった。ビリングズリーは、 花の描写に独特の手法を開発し、それは例えば筆で絵の具を乗せた後、乾いた筆でその絵の具を拭い去るというものだった。彼は特に上質な修作用見本皿のバラの縁取り制作に関わっていた。この皿は身につけるべき技術水準を職人見習いたちに示すため、ダービーの複数の工房で使われていた。皿の名前のザプレンティスプレイとは、 アプレンティスプレートを短縮したものである。1796年にビリングズリーは、その技量を惜しみ引き止める周囲の声を振り切り、ダービーを離れる決心をした。彼は、様々な磁気工房を、頻繁に転々としながら働いていたようである。彼はまず、ダービーシャーの、小さな村である、ピンクストニア行き、 そこに1801年まで止まって、ジョン・コークと共にピンクストン時期を制作した。工房そのものは1812年まで続いたが、その製品はほとんど残されていない。彼はさらにマンスフィールドへ移り、ついでリンカン・シャーのトークシーへ移り、そこで初めて陶芸家のサミュエル・ウォーカーに出会ったと考えられている。1812年に彼らはウスターに移り、 ウォーカーは、ビリングズリーの娘サラと結婚した。ウスターに定住する前、1807年に、ビリングズリーは、カンブリアン製陶所、スーンジ、グラムオガンシャーなど、複数の製陶所に雇用を求めていた。ウィリアム・ビリングズリー・マンスフィールド1799年から1802年、ビリングズリーは1808年に、ロイヤルウースターで仕事を始め、そこで彼は、 工房の時期のレシピ改良に関わった。フライトバーバーが経営するロイヤルウースターにいる、アイバ、ビリングズリーは、時期レシピを公害しないという契約を結んだが、それは彼自身による制作を妨げるものではなかった。1813年、ビリングズリーは、時期のレシピ、生涯かけて、工房で身につけた経験、娘のレビーニャとサラ、義理の息子のサミュエル・ウォーカー、 すべてとともに、ウェールズ・グラモーガンシャーのナントガルに移り住み、そこで、ナントガル政党所を開いた。ナントガル政党所は1813年11月に開かれた。その際、グラモーガンシャー運河の東側、タフバレーのカーディフから北へ8マイルの位置にある、ナントガルハウスをビリングズリーとウォーカーは購入し、その建物を小さな磁気工房に作り変えるべく、 敷地内に釜と付属設備を作った。ビリングズリーとオーカーは、1814年1月時点で、製品開発用に、総計250ポンドの蓄えがあり、またクエーカー京都の実業家、ウィリアム・ウェストン・ヤングが彼らの事業の主な、共同出資者になっていた。ビリングズリーがヤングと知り合ったのは、共通の友人を介して、 また1807年に職を探している最中訪ねた、スーンジのカンブリアン政党所の陶器装飾家、トーマス・パードを介してのものだったと考えられる。ヤングは、グラモーガンシャーを測量師として渡り歩いた経験から、ビリングズリーがまだロイヤルンスターにいた頃から、なんトガルの立地の良さを彼に進めていたのかもしれない。工房は完成したものの、 ビリングズリーとウォーカーのレシピもしくは、制作工程の理解に何らかの欠陥があり、焼成の時に9割が破損してしまった。やがて3人の資金は底をつき、彼らは貿易、植民委員会へ出向いて、有名なセーブル時期工房に、フランス政府が補助金を与えていることを引き合いに出し、500ポンドの援助を申し入れた。 これは断られたものの委員会のメンバーの一人であり次期愛好家のジョセフ・バンク卿が友人であるスーンジのカンブリアン政党所の陶芸家ルイス・ウェストン・ディリーに視察を進めた。ディリンは視察に赴き工房の失敗作の多さを目にしたが残った完成品の高い品質に非常に感銘を受けたためビリングズリーとウォーカーに カンブリアン製陶所を使ってレシピと制作工程の改善を行うよう申し出た。カンブリアン政党書製陶所に直気制作のための別棟が建てられ、ウォーカーとビリングズリーは1814年末までそこで主に活動した。レシピは変更、改善されたが、依然失敗が多かったためディリンは援助を取りやめてしまい、1817年に二人はなんトガルへ帰った。 ヤングは、ナントガルの政党所に再投資し、加えて、資金の足しにするべく、コーブリッジフリースクールで、美術教師となった。ビリングズリーとウォーカーは相変わらず、小生の失敗を、続け、とうとう1820年4月のある日、ヤングがブリストルへ出かけている間に、二人は、コールポートへ遁走してしまった。彼らが去った後には、政党所の借地契約と、 未装飾のまま様々な製作段階で放り出された製品数千個が残された。ビリングズリーは1828年に没するまでコールポート政党所で働いた。ウォーカーと妻のサラは後アメリカ合衆国へ移民し、ニューヨーク州ウェストトロイでテンペランスヒル政党所を開いた。ビリングズリーの磁期製品はダービー博物館、 美術館の磁期コレクションで中核を成すものの一つである。ありがとうございます。